スタバのカスタムを知りたい。このビルのですね1階にもう場所が特定されるかもしれませんが、うん、スタバがあるんですよね。そうだね。で、まあ、YouTube の撮影の時に、まあ、本当によくね、うん、この場所使わせてもらうんですけど、うん、合間なんかにね、うん、ちょっとスタバ飲みますか、うん、なんて言って、奢っていただいて、いや、買うんですけど、うん、我々非常にシンプルじゃないですか。そうね、うん、いつもね同じの頼んじゃう。そうそう。で自分で店舗行ってももうあの列ができてると、うん、後ろの人を待たせちゃいけないっていうので、うん、やっぱ私はね怖くてカスタムできないんですよ、うん、できてもそいっていうしかね。この二文字で限界なんですよ。私カスタムできることすら知らない。え、何カスタムって。え、これさ、スタバだって入ったりすると、うん、あのお客さんがいろいろこう注文するときにいろいろ言ってたりもするし、うん、そう世の中的にカスタムみたいなって耳にしませんでした、生きてきて。一度もない。一度も、うん、だからもうこのレジの、はい、メニュー表ありますよね。到着してこれをもう凝視して、はい、うん、そこの中からもう何にするかっていう、あ、それだけしか考えないで生きてきた。今日はね、なんかあの小松 D と、はい、で新しいマネージャーのまこのちゃんが、うん、スタバでバイトしてたと、はいはい、なんかもうスタバ側の方々ですね。はいはいはい、カメラの向こうではね、まあなんかこうマウント取ってるみたいな。ねえ、スタバマウントね。なんかもう切れ顔っていう感じだよね。で今日はちょっと教えてもらおうと、うん、何を頼んでるんですか、いつも飲むときは。いつもだからアイスコーヒーが好きだから。しかもブラックが好きですもんね。そうだね、うん、アイスコーヒー。あー、でもアイスコーヒーを探してもいつもねないでしょ。ないのよ、アイスコーヒーっていう言葉がないのよ。ないのだから、うん、もうパニックなのよ。私だってこのメニュー表の季節の飲み物あるじゃないですか、フルーツの、うんうんうん、もうあれを指さすことしかできないから言わないんだよ、ね、そう、もう名前もさ、名前も凝ってるじゃない。そう、長いよね。そう、だからもう刺すしかない。それもそれが売り切れてたらもうアイスティー、でもアイスティーでもいろいろあるから、うん、もう最初に言われた方ってなってるから。え、小松さんはどれぐらいバイトしてるんですか。僕はバイトは2年なんですけど、はい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 、僕ら15年前なんですよ、バイトしてたのが。ちょっとそれはいろいろ変わってるんで、ちょっとスタバ素人からしても、うん、15年っていろいろ変わりましたから、そうなんですよ、ね、今のメニューは、ね、知らないのも結構あったりはするんですけど、はいはいはい、これ学生 SSV だったんですよ。え、何ですかそれ、学生。知らないですか SSV。 腹立つな。今日はちょっとしばらくこれを我慢しなきゃいけないかもしれない。スタバ用語。友達は分かりますね、SSV。私は。ほら。SSV? なんかの略ってことですよね。そうです。はるかさん。SSV。しかも学生がついてましたから。あ、そうだね。学生でなる人はあんまりいないってことですね。あ、もうなんかちょっと、ま、スタババイトした人 に今マウント取ったの。そうだ、学生。学生 SSV であえて学生をつけたってことは珍しい、早いんだってことですよね。そうだね、で優秀だったって、はいはい、認められたみたいな。その SSV すっごくすっごくセレブな、セレブなバカンス。休んじゃう。休み取れるよっていう。なるほどね、うん、セレブは C だと思うけどね。え、何なんですか SSV って。シフトスーパーバイザー。シフトスーパーバイザー SSV ヒエー。シフトスーパーバイザーってことは、うん、いわゆる
あのバイトの中でシフトを決められる人ってことですか？そう、時間帯責任者なんで、その人が一人いればお店が回る。あ、回るってあの、なんていうんですか、はいはい、社員がいなくてもいいってことです。スタバの店舗って社員さんが店長を含めて 2,3 人しかいないんで。あ、そうなん。あとはバイトの方なんですね。あとはほぼバイトなんで。それはやっぱ SSV になると時給も良くなって、はい、だいぶですね。それどうやったら SSV になれるんですか？ちょっと覚えてないんですけど、結構な試験があります。あ、試験がある、はい、試験あるんだ。なんか僕は京都の店だったんで、はいはいはい、大阪の支社みたいなところに、うん、大阪までわざわざ行って、勉強して試験を通ったらなれる。それは言いたくなりますよ、確かにね。まこのちゃんはまだ近いですから、いつまで、うん、いつまでバイトしてました？3年前ぐらい。3年前。あ、もう最近ですよ。何年ぐらい？2年間。あ、大体2年だ。2年でどこまで？私はグランデっていうと階級に。グランデ、いや、頼む時にあのでかいやつでしょ、グランデ。入社してから階級が決まってて、ほうほうほう、最初はショートで始まって、トールに成長してグランデ SSV っていう段階を、そのサイズに合わせてやってんだ、うん、私ガールスカウトやってましたけど、うん、そのブラウニー、ジュニア、シニア、レンジャーとかなるんですよ、うん、学年が上がると、うん、それですよね、ショートオールグランデ、うん、こっちダサいじゃないですか。いやいやいや、全然違うからね、また違うけど、それも試験がある。ワンオンワンっていう面談があるんですけど。あった。そこで、そのバスケみたいな、なんかお願いしますみたいな、じゃ頑張ってみますっていうので。え、ちょっと呼ばれるんですか？ちょっとワンオンワンするから。あ、そんな感じです。え、今日はワンオンワン、ストリートバスケみたいな。前から知ってる、15年前から知ってる人と3年前から知ってる、もういわばプロ、スタバのプロに我々教えてもらいましょうよ。教えてほしい。まこのちゃんの今の飲みたいやつ聞いてみようか、一回。ふわとろココアというカスタマイズした飲み物です。え、ふわとろココア、聞いたことないんだけど。ふわとろカスタムってことですか？え、ちょっと待って、え、その一言で通じるってこと？通じるかわからない。一応正式名称があって、そっからカスタマイズして漢字的にふわとろココアかなみたいな。え、どういうこと？どういうこと？相性ってこと？漢字的に。え、じゃあそれを頼むときはなんて言うの？ふわとろココアを頼むときは、まずはムースフォームラテから入ります。知らないんだけど。ムースフォームラテ、ムースフォームラテっていうのはあるの？あります。このメニューは僕がいた時にあったんです。新しいんだ。いや、なんかちょっとこんなこと言うのなんだけどさ、15年前じゃん、小松さん、うちらと同じ気がする。全部さ、全部入れ替わってる。そうだよ。ことない。携帯とかも15年でどんだけ進化したという。本当だよね。あ、このさ、もう、あ、ビバレッジだよね。ムース、ビバレッジっていうのは何ですか？ビバレッジはドリンク。あ、ドリンクってことなんですか？え、でもさ、会社でもあるじゃん、うん、なんとかビバレッジって。あー、あるね。そしたらドリンクってことなの？そうなんだ。ドリンクって言ってほしい。でもそれがスタバだから。あ、そうか。サイズだってさ、ショート、トール、グランデ。そうか。それがスタバなんだよ。アリアナ以来だよね、グランデ。アリアナより先かもしれないよ、年齢的に。え、待って、見つからない。あ、あった。ムースフォームアイリッシュコーヒー。え、でもちょっと違うじゃん。ビバレッジの中の、そのエスプレッソの中で、うん、あー、エスプレッソなんだ。濃いめってことじゃ。いや、だからもうラテの部分のことしか言ってないってことですよね。そうです。え、どういうこと？エスプレッ
濃いめとかないんで。だって私はコーヒーエスプレッソってあのちっかいやちっこいやつでしょ。そうそう、プシューって蒸気みたいな。ちっこくて濃いやつでしょ。あれにミルク入れるじゃん。そのまま飲む人もいるけど。ああ。そう、ミルク入れる。ミルクラテ。そう、ミルクの部分、うん、別じゃん、その機械のさ、エスプレッソが出てくるところとミルク出てくるところが違う。あー、こう入るってこと？そうそうそう。で、そのミルクの部分 のみが単独になってるってことですよね。もう二人もさ、何言ってんのあんたたち。ちょっと待って、一回じゃあ、ちょっと待ってね。ムースホームラテのふわとろ、え？でもココアでしょ？何？ココアって言ってんの？なんでエスプレッソの話してんの？怒ってる。ココアはもう、ココアで成立してるでしょ？うん、え？待って。それで、ちょっと言ってみて。ムースホームのエスプレッソ抜き。エスプレッソ抜くんかいおい、エスプレッソの話しといてエスプレッソ抜くんかい。何してくれてんねん何をもてあそんでくれてんねんえ、ムースホームラテのエスプレッソ抜いて、抜いてどうする、うん、そこにモカシロップを入れます。モカシロップ、もうシロップだ、甘いシロップね。チョコレートの。あ、それがモカなんだ。モカシロップ、チョコのシロップ入れる、はい、うん、カフェモカって知らないですか？カフェモカは知ってますのシロップです。カフェモカに使ってるシロップ喧嘩になりそうムースフォームラテのエスプレッソを抜いてモカシロップを入れました。まだでも液体としてはなってないですよね、うん、甘いチョコ味の泡でしょ。の泡です。上にチョコソースをかけて終了です。え、ココア、ココアですね、これは。ココアって言うてへんやどこにも出てこう変やん。いや、上級者ですね、これは。へぇ、でもココアもあるもんね、普通に。ココアも普通にあります。いや、なんで普通にココアあるのにココアからカスタムしていかないの？そうだよね。ていうか、これを頼んだってことは、そのスタバ側の方も、あ、あなたバイトしてましたねみたいな。あ、まあ、でも絶対そうだと思う、ことになりますよね。か、相当好きな人。あ、お主張してきてる人すげえ。私が本来やりたいことを言っていいですか？はい、まあ、私その牛乳が苦手なんですよ。その多分体的に合わないから。ソイか、うん、本当はアーモンドミルクにしたいけど。アーモンドミルクってあるんですか？あるんか。知らなかった、ね、知らなかった、なんか言ってなかったら怖いから、うん、スタバってさ、こうここにさシール、カスタムのシール貼るじゃん、うんうん、その時にさ、みんなソイの人はさソイのシールみたいの貼るでしょ。だからそれを見て、あ、ソイはあるんだと思って、うん、ソイ、ソイソイソイって言ってたけど、うん、え、でもメニューには書いてないってこと？あ、書いてると思います。書いてるんだ。へー、アーモンドミルク僕の時なかった。追加されたのか、時代に合わせて。おー、ストロベリーとかピーチとかフルーツ系出るじゃないですか。この間メロンとか、うん、それもできます。アーモンドミルクとかソイとか、レシピみたいな本が来るんですけど。あ、そうなんだ。自分でできるできないが書いてたりするので、その時々に。なるほどね。え、じゃあその甘くしたくないみたいのも言ったらできる？あ、できます。それなんて言ったらいいのかな。シロップ少なめって言えば。シロップ少なめ。シロップなしもいける。シロップなしもいけますけど、味結構なくなりますけど。おー、やっぱシロップなんだ。シロップベースなんです、基本味が。あ、コーヒーというより。そうか、コーヒーじゃ。とかは
そうか、コーヒーじゃないですもんね、はい、この季節のフルーツのやつできるかわかんないけど、ソイとかアーモンドミルク、シロップ少なめ、うん、でホイップ、ホイップもソイになったりする。ホイップは無理なんだ、ね、あ、ホイップは無理なんだ、はい、ホイップは多分クリームを使ってるんで、あ、もうそのまま、はい、なるほどね。でも真っ赤だってはるかが頼みたい、うん、ブラックコーヒーっていうのはないから、ドリップコーヒーか、うん、コールドブリューコーヒー、うん、これね、アプリは写真あるけど、うん、店頭のさメニュー写真ないじゃん、あ、だから分かんないの、いつも怒ってんじゃんえ、このドリップコーヒーとコールドブリューっていうのは、うん、何が、あ、水で抽出したのがコールドブリューか、熱を加えずに14時間かけてゆっくりと抽出したんだ、水出しコーヒーってことね、なるほどね。今までそのバイトしてて、あ、この人通だなって思った頼み方何かっこいいなと思った人は一人いました。それこそドリップコーヒーにエスプレッソ追加する人がいるんですよ。わかります、すごいよね、かっこいいです、もう深いってなるぐらい、あの渋めのおじさんが普通のコーヒーをもっと濃くしたいんですよ。あ、それ言うとスタバの人かっこいい、かっこいいみたいな、もう店員さんが色めき立つみたいな、色味だったんですけど、うわ、こういう、それやりたい、こういう大人になりてえなって思う、うわ、やろう、めっちゃかっこいい、そう、やるときにすごい一番不安なのは、うん、その正式なメニューじゃないじゃないですか、だからカスタムです、うん、いくらになるんだろうそめちゃくちゃ高くなってたらどうしよう、あ、エスプレッソ追加で、うん、基本スタバのカスタムはプラス50円ですね、え、1個プラスするごとにソースも無料だよね。そうそう、そうなんですか、チョコソース、キャラメルソース無料なんですよ。じゃあ例えばキャラメルフラペチーノ、はい、キャラメルソースをダブルみたいな、めっちゃ多め、めっちゃ多めっていうの、それはめっちゃ多めっていうの、エキストラですね、エキストラソース、エキストラソースもうただただ、知らなかった、そうなんだ、シロップとかエスプレッソショットを追加するのは50円ですね、ホイップクリーム。だから、はるかがやりたいドリップコーヒープラスエスプレッソはプラス50円でできると、はい、お得じゃない、だってエスプレッソ普通に頼むより、ね、あ、エスプレッソだけってないのか、あります、え、エスプレッソだけでは確かに50円ではないですね、でしょ、エスプレッソだけ飲む人もかっこいいですよ、女の人でさらっと来てエスプレッソダブルでみたいな、エスプレッソダブルで2杯で売ります、はいはいはい、濃い、もう濃いまま行くよ、私っていうことだ、うん、濃いのをちょい多めに飲むよ、うん、真逆面白いなそれにソイを入れたい時もは0円ってことですか、それにソイ入れたらラテです、ソイラテ、ソイラテにしたい時はそう料金かからないってことですか、でもソイラテって頼むと、そうですね、ソイラテ、もうソイラテの値段になるってことです、じゃあでも例えば頼むときにエスプレッソダブルでソイ入れてくださいって言ったら、あ、向こうのサバの人はあ、ソイラテだなって思ってそれで打つってこと、質問してくると思います、ソイラテにしますかって、いや、しません、はい、じゃあこのちっちゃいカップのエスプレッソのカップにちょっとだけ入れてくれるかもしれないですね、そういう、おお、それは無料、ちょっとまあこれ正式なものじゃないか分かんないけ ど、その時の店員さんの、あ、でも多分無料だと思います、小松さんはまだ決まってないってことですね、じゃあもうちょ、僕は一応カフェミストに、危ない危ないカフェをミストにしちゃダメよ、危ない、私たち今日白着てんだから危ないよ、噴射しないんで、噴射でしょ、違いますよ、カフェミストに、カフェミストっていうのは何、カフェミストにショットとバニラシロップを足そうかなっていう、ちょっともうだからちょっとおしゃれではあるおしゃれですね、一発
一発でミストがあって、それに何？バニラシロップ。バニラシロップ。それは結局何になるんですか？あ、多分名称はないですね。ただどういうものになるんですか？カフェミストっていうのはいわゆるカフェオレみたいな。ホットコーヒー半分、ホットミルク半分なんですよ。ミルクが入るの？まあ、それにさっきの理論でスペシャルを追加してちょっと濃くして。おエスプレッソってことですね。そうです。で、バニラシロップ入れてちょっとまあバニラの風味で甘くするっていう。甘くするか。濃くして甘くする。それ妥当じゃないんだ。なるほどね。こちらも決める？決めよう。ちょっと買ってきていただこう。そうだね。あ、うまっ。より滑らかかも。へえ。おいしい。あ。あ、美味しい。